ほくほでホット情報。この番組は鹿児島県国民健康保険団体連合会の提供でお送りします。こんにちは、健康リポーターの赤岩ひとみでございます。さて今回は健康増進作文兵庫川柳コンクールの募集についての情報です。健康増進作文兵庫川柳コンクール、体験に基づいた健康に関することをテーマに作文兵庫川柳の作品を募集しています。毎年健康づくりの意識向上につながる素敵な作品が多数寄せられています。ということで、赤岩さんにも一般の部で募集されている川柳の作品を考えていただきますよ。今年もコンクールで実際に審査を担当している鹿児島県川柳協会浅井文弘会長に格付けしていただきます。赤岩さん4年目の挑戦、果たして才能ありを獲得できるのでしょうか。あのランチ食べたいためにジム通う、この句は結果は凡人です。凡人、今年も凡人か。この句のポイントは2つありまして、はい、1つはあの上語、上語のあの、はいはい、どんなランチなのかと、あ、曖昧なんですね。もう1つはね、はい、ジム通うっていう、このこれ下語ですけど、はい、あの一番座りのいい安定感のあるのは名詞で止めることなんです。より伝わりやすい言葉を使い名詞で締める、これが句をより良くするポイントだそうですが、さらにもうワンランク上のテクニックが。お目当てのランチとすると8音になっちゃうから、はい、ここを3音消せばいい。おお、そういうのをね、使い方もできるんですね。そうそう、そういうの、熊たがりっていうのね。熊たがり、赤岩さんの句を熊たがりを使って添削してみました。そういうような使い方すれば才能ありになります。じゃあ狙いとしても良かったんですね。良い、 あとは表現の仕方なんです。そういうことですね。進歩はしております。良かったです、はい、改めて応募方法のお知らせです。作文は400字詰め原稿用紙3枚以内、標語は所定の応募様式、川柳は所定の様式、または必要事項を明記した用紙にてご応募ください。学校、団体などでまとめて応募することもできます。締め切りは8月13日必着です。詳しくは電話または国語連合会のホームページにてご確認ください。たくさんのご応募お待ちしております。令和6年7月に特定健診の集団健診を実施予定となっているのはご覧の通り。対象の方は市町村、国保組合より送付される受診券と国保の保険証を持って会場へお越しください。日時や会場など詳しい内容については市町村、国保組合にお問い合わせください。健康づくりのためにも1年に1回特定健診を受けるようにしましょう。次回は生活習慣病予防のレシピについてお送りします。今回の放送をもう一度チェック、ぜひ MBC の公式 YouTube チャンネルからご覧ください。